ロシア連邦軍は、ロシア連邦の軍隊である。ソビエト連邦の崩壊後の1992年に、旧ソ連の核兵器を含むソビエト連邦軍の主力を継承して成立した。2018年現在、ロシア連邦軍は、陸軍、航空宇宙軍、海軍の3つの軍師と、戦略ロケット軍、空挺軍の2つの独立兵科からなる。 西部軍管区南部軍管区、中央軍管区東部軍管区ロシア連邦軍は従来次の6個軍管区に分かれていた。しかし2010年7月14日の大統領令により以上の6個軍管区は下記の4個軍管区へと統合されることとなった。この改革により2010年10月までにロシアの軍管区制は以下のように変化した。これらの軍管区には 統合戦略コマンドとしての資格が与えられ、域内の陸海空軍部隊を統一的に指揮することが可能になる。ただし、戦略兵力である戦略ロケット軍、空挺軍、宇宙軍、準軍隊については最高司令部の直轄下に止め置かれ、大阪は指揮権を持たない。さらに2014年12月1日には、北極圏防衛の強化のため海軍の北方艦隊が、 新たに大阪とされ、それまで西部軍管区に所属していた戦力の一部を統一指揮することとなった。作戦、戦略司令部軍全体の軍令機関については、ロシア連邦軍参謀本部を、軍政担当官長については、ロシア国防省を参照。ウラジミール・プーチン大統領は2020年6月2日、核抑止力の国家政策指針に署名した。核兵器の使用は、 大統領が決定することを定め、ロシアの核戦力は本質的には防衛的なものとしつつ使用の権利を保持すると規定した。核兵器使用の条件は核兵器を含む大量破壊兵器がロシアやその同盟国に使用された場合だけでなく、それらを狙った弾道ミサイル発射の角度の高い情報を入手したり、核報復能力を阻害する工作が行われたりした。 場合や、ロシアの国家存在を脅かす通常兵器の攻撃に対しても使用する可能性があると明記した。このほか、核抑止力が必要になり得る軍事的危険の対象に宇宙空間やロシア周辺へのミサイル防衛システムや弾道ミサイル、極超音速ミサイル、核兵器及びその運搬手段の配備を挙げた。南オセチアに展開するロシア軍ロシア軍が 駐留する国詳細は国外駐留ロシア連邦軍部隊の一覧を参照。ただし日本国のクリル諸島は日本外務省によると軽装地ではないとされている。2002年までカムラン湾にロシア軍が駐留。ロシア側は補給どころの再開を提案している。ロシア連邦にはロシア連邦軍のほか各省庁が管轄する準軍事組織が存在する。 これらは、平時は各省庁が管轄するが、戦時は国防省の統制下に入る。総兵力は約55万人とされる。ロシアの経済規模は2000年以降の10年ほどで急成長し、これに合わせて軍事支出にも大幅な伸びが見られる。競技の軍事支出を各年度予算の第2章。 国防の項目として捉えた場合、1999年には1155億9400万ルーブルであったものが2010年には1兆2747億9400万ルーブルと11倍にも増加した。ロシア連邦保安庁やロシア内務省参加の準軍事機関まで含めれば、その額はさらに大きくなる。なお、従来は、 国防予算のうち7割までが人件費や福利構成費、燃料、食料、光熱費といった維持費に充てられていた。しかし今後、老朽化した装備の更新を進める必要から、今後は国防予算中に占める装備調達費の割合を増やしていく意向である。ロシア軍を含めた軍事組織向け装備調達は国家国防発注と呼ばれ、2010年度は 新規調達費用が3193億ルーブル、修理、近代化回収費が639億ルーブル、研究開発費が1080億ルーブルで、合計4911億ルーブル程度であったと見られる。さらに、2011年以降に大規模な装備更新計画、2020年までの国家武器計画が発動するのに合わせて、2011年度以降のゴスは、 さらに増額されることが見込まれている。積極的に武器輸出もしており、2011年には1兆円を超えるとされている。2010年代も、対前年比10%超の増加が続き2015年度には3兆2740億ルーブルとなったが、2016年度には経済状況の悪化もあり初めて対前年比1%の国防費減少に転じた。 しかし、予算の修正により、執行額は3兆7,750億ルーブルに増額された。2017年度は予算を抑え2兆8,360億ルーブルとなった。ロシアは過去3世紀にわたり、徴兵制度を採用していて、2009年時点では、18から27歳の男性が1年間の兵役に就くことが求められており、長母に応じる義務がある。 なお大学生は兵役を送らせることが許可されている。他、ロシアの大学には軍事教練が存在し、これが徴兵制度を補っている。2002年6月28日、ロシア会員は代替奉仕に関する法案を採択し、良心的兵役拒否が実質的、制度的に明文化された。ソ連崩壊後の1993年に、 制定されたロシア連邦憲法は宗教や他の心情を理由に兵役拒否する人に対し代替奉仕の可能性を保障している。しかし代替奉仕に関する具体的取り決めを定めた法律はそれまで存在しておらず軍隊からの脱走の多発や兵役拒否するための賄賂等汚職原因となっていた。2002年に可決された法案によると 兵役の代わりに民間施設で3年半、または軍事施設で3年間の代替奉仕を選択することができる。また、大卒の場合、奉仕期間は半分で済む。ただし、徴兵委員会が代替奉仕者の認知を決めるため、自宅や家族の近くで働ける可能性は低い。この法律は2004年1月1日から発効した。ロシア軍では、 軍内でのいじめ、殺人などの犯罪行為が後を絶たず、ロシアの徴兵制は、ロシア国民の間で非常に評判が悪く、若者の間では、兵役逃れが蔓延している。2004年には徴兵器比率が90%以上に、達したとワのフ国防省が発言したなど、ロシアの徴兵制は、境外化が進み、もはや破綻寸前であるという評価もある。 徴兵制度の機能不全や少子化のため、2014年度は100万人の定数に対して約77万人まで落ちていたが、2019年には約90万人となっている。また、志願制度主体への移行を進めており、可視官・兵卒が対象の契約軍人の数は徴兵の数を2015年には上回った。この士官を除く、 職業軍人数は38万4000人で、可視観は100%が志願制となった。この他予備役は2017年時点で約200万人が動員可能とされる。2013年時点、スマイナス57ステルス戦闘機の開発も進められている。ロシア連邦軍の前身であるソ連軍は兵力約522.7万人を持ちアメリカ。 合衆国軍と並ぶ世界最強の軍隊と言われてきたが、ソ連末期には装備の老朽化と軍機の乱れなどで脆弱となった。それらの問題はソ連軍から発足時に約282万人の兵力を引き継いだロシア連邦軍にも持ち越され、1994年のチェチェン紛争においてその弱体ぶりが国内外に露呈することになった。 その後も、主に財政難から大幅な原因を余儀なくされ、兵器の調達も激減した。ここあった軍種も、空軍と防空軍の1998年の合併や、戦略ロケット軍が2001年に独立陛下になったことに伴い一般的な三軍種となっている。また、連邦鉄道部隊局が管轄していた、鉄道部隊も国防省の管轄とされた。 1997年7月16日にエリチン政権は大統領令にて1999年1月1日から兵力定数を120万人にまで削減することを定めた。2000年に発足したプーチン政権はロシア軍の再建に乗り出し軍需産業を振興する一方、士官候補制要請の寄宿制の学校を各地に設立し強固な愛国心によって ロシアを守る人材の育成に乗り出した。プーチン政権では全ての兵力を強固な愛国心のある志願兵から構成することを目標に掲げている。2001年にプーチン政権は2005年までの軍建設計画を承認し、同年3月24日の大統領令で兵力定数を100万人に定めたが、これは実施されなかった。2003年には 当時のイワノフ国防相が改革プランを発表した。同文書では、戦略的抑止力の維持、常時即応部隊の増加と統合部隊の設立、作戦訓練の改善、軍の一部を徴兵制から、契約軍人に転換、装備の近代化、兵隊よび技術支援の改善、教育、研究活動の発展が改革のための施策として挙げられたが、多くは実現しなかった。 ソ連崩壊後、ロシアでは常に軍改革が議論されてきたが、2008年にアナトリーセルジコフ国防相の主導で本格的な改革が始まるまで実質的にはほとんど進展が見られなかった。マイナーな変化はあったものの、組織や運用ドクトリンは依然として冷戦期の大規模、戦争思想に影響を受けており、冷戦後に増加した小規模紛争に、 機動的に対処できる体制になかった。例えば、ロシア陸軍では、兵力が大幅に減少したにもかかわらず、大規模戦争に備えて、多数の手段が維持されていた。この結果、ほとんどの手段は、司令部要員と装備しか持たない、スケルトン手段になってしまい、時間をかけて、大量の予備役を動員しなければ、戦闘体制を整えることができなかった。一方、 直ちに戦闘態勢に移行できる常時即応部隊は、全ロシア陸軍中の17%程度、空軍では155個の航空連隊中5個でしかなかった。また装備の旧式化も深刻で、特に精密誘導兵器や C4ISR システムの普及率は、西側諸国に比べて非常に低かった。この結果、2008年8月の南オセチア紛争では、 アメリカ合衆国やイスラエルから積極的にハイテク装備を導入していたウルジア軍に対し、ロシア軍は苦戦を強いられることとなった。これに対して、セルジュコフ国防相は2008年秋、包括的な軍改革プランを公表し、ロシア軍の体制を根本的に変革する意向を示した。その後も段階的に様々な改革プランが追加的に公表されているが、 現時点までに明らかになっている、主な内容は次の通りである。上述のセルジコフ改革は、軍、軍需産業から強い反発を受けた。人員削減等で、軍人たちからの反感を買ったほか、外国製兵器の導入でシェアを奪われることを懸念した、軍需産業からも反発を呼んだ。2011年11月にセルジコフは、辞任を表明し、公認は、 セルゲイ・ショイグが務めた。参謀本部、セルジュコフ改革で、作戦式権限を剥奪された参謀本部は、2013年の大統領令、ロシア連邦軍参謀本部の諸問題によって、以前の状態に戻されただけでなく、幅広いた省庁の活動を調整する能力などの、より強い権限を与えられた。軍編成セルジュコフ改革で、師団の区分は、 原則的に廃止されたが、2013年に、モスクワ近郊に駐屯するニコ師団に、ソ連時代以来の名誉称号を与え、師団制が復活した。これは単なる名誉称号だけに留まらず、実際に、師団編成に再改編される。この動きの背景には、大規模戦争勃発時に、旅団では対抗できないとの軍の懸念が考えられる。セルジュコフの改革はそうした。 戦争の勃発リスクは低いとの前提に基づいていたが、軍の戦略家は政治的判断を排して物理的な軍事バランスから物事を考える傾向があると小泉優は指摘する。兵力削減の緩和せる自己不改革における将校の半分以下への削減は緩和され2011年には約22万人とされた。改変期間も延期され、 定数百万人への削減は2016年までの実施とされた。航空宇宙軍の設立2015年に独立陛下だった航空宇宙防衛軍が空軍と合併し航空宇宙軍が設立された。2012年には空軍司令官によって航空師団航空連隊制を復活させる意向が示されセルジコフ改革の巻き戻しが見られた。ロシアの軍事予算は 対 GDP 比率こそ3%前後と現在の主要先進国の中では高い方ではあるが、西側の軍隊に比べて規模に対し著しく少ないとされる。2007年の軍事予算は354億米ドルであり、世界の7位でありながら、米国の20分の1であった。このため、軍事予算の70%も占めていた人件費ですら絶対額は少なく、当時は、 将軍クラスですら500ベドル、月、一般の徴兵された兵士は3から5ベドル、月となっていた。目覚ましい経済成長を遂げてきた現代ロシアにあって、このような待遇では、高い職業意識を維持することは困難となっている。このため2012年には、給与を3倍とし格した手配師と合わせて取りで、約6割増しにする改正が行われている。また、徴兵制度を、 志願兵による契約制度にするには給与と住宅の改善等にさらに国防予算が必要になりこのことが契約制度への移行を大きく制限しているロシアではナポレオン戦争や第二次世界大戦でフランス軍やドイツ軍に国内災域に侵攻されたものの戦闘経験や兵器の技術で優位な敵に対しそれを上回る多数の兵力を動員し これらを打ち破った経験から広大で起伏に乏しい国土を防衛するには敵の侵攻を防ぎうる厚い防衛線を早期に構築できる多数の動員可能な兵力規模が必須であるとする観念が今でも根強い。しかし、ロシアの人口はソ連崩壊後の1992年より減少傾向にあり、出生率は近年1.75程度と回復傾向にはある。 ものの他の先進国同様少子高齢化にも悩まされているロシアは中華人民共和国に対抗して人海戦術型の戦闘形態を取ることは困難になりつつある。また、現代においては総力戦の可能性が低いことや前述の徴兵の不調もあり、その点からも100万人の定数でさえ常時維持する必要があるか、ロシア国内でも疑問の声がある。 ロシア科学アカデミーの世界経済国際関係研究所安全保障センター長のアレクセイ・アルバートフ前会議員は100万人規模にはこだわる必要はなく、まず80万人規模に減らした後、科学技術の知識を備え高度な訓練を受けた55から60万人の精鋭の契約商兵で構成されるべきであるとしている。ロシアの兵力を近隣国と比較した場合、 日本とロシアを比較すれば、日本の人口1億2700万人より少しだけ多い人口1億4600万人のロシアが自衛隊の約4倍の100万人の兵力を維持することになる。一方で、韓国とロシアを比較すれば、ロシアの3分の1強の人口の韓国の有する兵力は約63万人で、人口に対する兵力比はロシアを上回る。 トルコとの比較では、人口約7500万人のトルコの兵力は、約65万人で、人口に対する兵力比は概ねロシアと同等である。体内で新兵に対するいじめが激しく、脱走の大きな原因となっている。公式には2002年前半期だけで2265名の脱走者が出たとされるが、ロシア兵士の母の会では、その10倍としている。 2005年の公式な数字ではいじめによる死者は16人とされ、自殺者が276人、自己死者が同じく276人とされた。ロシアではこの数字に疑問の声が出た。2004年前半期のロシア兵の死者数は500人以上に達していた。上記のようにソ連崩壊後の税収不足による国防予算の切り詰めで、 給与が低水準のロシア軍では高級幹部から末端の兵に至るまで、その低収入を補うため何らかの犯罪、汚職に手を染めるケースが多く、風紀の乱れが深刻な問題となっている。兵士を労働力として民間に貸し出して、将校らが私的な利益を得る例は、まだマシな方であり、兵器や食料の横流し、新兵から物品を脅し取るなどの行為が、 日常的に行われているとされる。1993年に起きたロシア、太平洋艦隊で栄養失調で新兵4人が死亡した事件から久しいが根本的な改善は行われていない。2004年前半期だけで5億ルーブルが国防費から犯罪によって不正使用されていると言われるソ連崩壊後のエリツィン大統領時代には国会予算が 破綻寸前もしくは破綻していたため、議会が承認した国防費は支出などを行える状況にはなかったが、公式の数値上は米国に次ぐ世界第2位の軍事大国であった。この時期には国防費の名目上の支出と実際の支払いに大きな差異があって当然となり、予算を管理、執行する立場の軍人や官僚にとっては不正に関与する土壌となり、今でもその 習慣が続いていると2008年9月の大統領府による調査報告書は指摘している。ソ連崩壊後の混乱で熟練校の流出や技術を若手に継承するのが思うように進まず技術者の高齢化などによって予算を組んでも計画通りに生産できない傾向にある。また簡単なミスによる故障が増加している。今後は予算、 約20兆ルーブルの2020年までの国家、装備計画において、武器を大量に発注して近代化を進める予定であったが、予算状況により、即応部隊を優先することとなり、最新装備の配備率は、即応部隊に限れば58%超となった。ただし、航空宇宙軍では66%なのに、大使海軍では47%と軍種によって、 格差が発生している。2011年6月2日、ロシア中西部のウドムルト共和国にある軍弾薬庫で火災に続いて大規模な爆発があり、住民2人が死亡し、消防士を含む57人が負傷した。これにより、周辺の住民約2万8000人が避難した。弾薬庫には、 約15万トンの砲弾などが保管されており、地元当局は失火の可能性が高いと見ている。ロシア軍主制度モスクワ郊外に、完成大独占省75年、愛国心のシンボルに、毎日新聞2020年6月23日。ありがとうございます。